はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。今回はこちらの袋を開封していきたいと思います。またいっぱい買っちゃった。はい、ということで、今回はですね、ブックオフで買ってきたものを紹介するやつ、中古ゲームショップで買ってきたものを紹介するやつ動画ですね。はい、ということで今回はですね、ブックオフです。ブックオフでこれがね、土曜日に買いに行ったんですね。今まではずっと平日に買いに行ってたんですけど、初めて土曜日に行きました。でその日雨の日やったんで、お客さんすごい多くてすごい混んでたんですけど、むちゃくちゃいいものあっていいものっていうか、なんでこんな値段でつけれんのっていうような商品たちが並んでたので、これすごいなと思って買って、いっぱい買ったんです、この日、でこの日いっぱい買って、あ、なんか入荷するときは本当すごい入荷するんだなと思って、ね、投げ売りするときは本当投げ売りするんだなと思ったんですよ。でそれに味を占めて 2週間後ぐらいに行ったブックオフ、同じ店行ったんですけど、そしたらあんま良くなかったんですね、だから多分ここでこういう日にすごい売り切っちゃって、こっちであんまなかったっていう、なんかそんな感じの流れをね、ブックオフのその売り物のこの売買の流れを見たような感じがします。そんな縮図を見た、そんな2月の購入物を紹介していきたいと思います。ということで、今回も商品数多いのでブックオフだけではございますが、ぜひともご覧ください。いきましょう。はい、ということで、まずは土曜日に行った、ものたちを買ったやつを紹介していきます。これ品数言うとすごい多いですよ。全部で20点ですね。20個買いました。約4000円ぐらいですね。なので1個1個はすごい安いんですよ。はい、ということで、大量に買ったのでどんどん紹介していきたいと思います。まずはですね、これからいきましょう。はい、ファミコンソフトから紹介していきます。まずは1本目、はい、こちら、はい、タイトーの、エレベーターアクションですね。はい、タイトーのこのカートリッジになってます。04番、はい、これが108円でございました。はい、タイトーのあのエレベーターアクションですね。ドアから急に敵が出てきたりとかしながらエレベーターを降りていく、地下にある車に乗っていくという、そういうゲームですね。銃で撃って弾を避けながら、エレベーターを使って弾を避けたり、エレベーターに敵を挟み込んだりしてね、倒したりしながら進んでいく、アクションゲーム、エレベーターアクションでございます。これは108円だったので購入ですね。初めて、ブックオフで見ました。はい、そんなエレベーターアクション。はい、続いて2本目いきましょう。2本目はこちら、スパイ VS スパイですね。これが108円でございました。ケムコから出ている、スパイ VS スパイという、何でしょう、この2画面を使った対戦ゲーム的な感じなやつなんですけど、あんまりよく分かってないんだけど買いました。後ろはこのなんかビデオ篠原という謎のこの電話番号つながるのかもわからない、そんな篠原が売ったシールが邪魔をしている、そんなやつです。これ、多分これ貼ってるから安いんでしょうかね。そんなスパイ VS スパイ、108円ということで安かったので購入です。なんかこういろんなところに隠された、証拠を集めながら脱出するみたいなやつやったと思うんですけどね、そんなゲームです。それが108円でございました。対戦が熱いんかな。続いていきましょう。続いては、はい、こちら、はい、緑色が眩しいスクエアから出ているキングスナイトでございます。こちらも購入価格108円でございました。なかなかキングスナイトをもう 見たことなかったんで、ブックオフでね、108円安いなと思って買いました。キングスナイトという、あ、これも篠原、同じ人が売ったんでしょうね、同じ人が売った可能性はある。キングスナイトですよ、これゲームの特徴としては、なんかキングスナイトでスクエアから出てるってなると、こうなんか RPG かなって思いがちなんですけど、なんかシューティングゲームなんですね。中身はシューティングゲームということで、ちょっとプレイしたことはないんですけど、ちょっと楽しみですね。プレイしてみたいと思います。キングスナイト108円。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはこちらでございます。はい、シティアドベンチャータッチですね。はい、タッチのゲームでございます。東宝から出ております。
足立みつるさんのあの原作の、漫画アニメのタッチ、これをテーマにしたアクションアドベンチャーになるのかな、ゲームでございます。こちらが108円だったので購入でございます。ソフト状態はちょっとあれですけども、白いパッケージタッチの、キャラクター、主要キャラクター3人が出ておりますね。はい、ということでございました。なんかこれもなんかバカゲーやったかなんかなんですよね、バカゲーやったかクソゲーやったかどっちかですだからまあ108円は妥当なのかもしれないですけど、まああんま見たことなかったのでこれも購入しました。はい、はい、続いていきましょう。続いてもファミコンソフト、こちら、はい、頑張れゴエモンからくり道中ということで、頑張れゴエモンシリーズの1作目ということですかね。はい、コナミから出ている86年に出た、ゲームでございます。はい、こんな感じでございますね。まあ、状態は悪くないです。まあ、これもゴエモンシリーズの1作目やと思うんですけども、街を移動したりとかして、情報を集めつつクリアしていくというスタイルのやつですね。だったと思います。まだ最初は普通のアクションゲームやったかな、記憶ない。まあ、とりあえず買ってみました。からくり道中ですね。エビソマルも出るんかな全然知らん、ね。持ってなかったんでね。ゴエモシーズ持ってなかったんで。まあ、とりあえず購入です。ファミコンソフトは次は最後ですね。ファミコンソフトこちらでございます。ファミコンウォーズ。はい。これが108円でございました。はい。まあ、ニンテンドーの、続いているシリーズですね。ファミコンウォーズ。いろんなシリーズ出ましたけど、DS でも出たかな ?DS ウォーズやったか。なんか、ナチュラウォーズみたいなの出てましたけど。タクティクスアクションって言ったらいいんですかね。タクティクスゲームですね。戦略ウォーゲームと言ったんでしょうか。ファーミコンウォーズとか、ダイアタザーズっていうね、CM も、話題になりました。そんなファミコンウォーズ。こんなパッケージだったんですね。はい。あんまり見つけたので買いました。108円でございました。はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはゲームボーイソフトを3本紹介していきます。まずは1本目はこちらでございます。はい、ストリートファイター2ですね。ゲームボーイでストリートファイター出てたんやって思って買いました。購入価格108円です。カプコンから出ております。はい、ちょっとの裏に名前がこう書いてあって消そうとしている頑張りはありますね。まあ多分普通に遊べる格闘ゲームなんでしょうけど、ゲームボーイのあの十字キーはちょっとやりづらいかもしれないですね、というところですね。しかも A と B しかないし、あれ。強パンチとかであるのかなとかいろいろ考えちゃいます。そんなストリートファイター2でございました。108円。で、続いて、ゲームボーイソフトでございます。こちらも108円で購入。桃太郎電撃2ですね。桃太郎電撃2、ハドソンから出ているゲームです。108円。これもなんかようわかんないけど、桃太郎伝説のなんか劇、RPG 的な感じなのかなとか思って買いました。もしかしたらパズルゲームかもしれない。至って謎なんですけども。あらゆるところが謎なんですけども、まあ、とりあえず購入ですね。はい。そして、ゲームボーイソフト最後。こちらでございました。ボンバーボーイですね。ボンバーボーイ108円。ケース付きでございました。はい。オープン。中身はこんな感じで。はい。まあ、状態は悪くないですね。まあ多分、ボンバーマンの、ゲームボーイ版みたいなことやと思うんですけれども、なんかキャラクターがこれボンバーマンじゃないっていうね。キャラクターが思ってるボンバーマンじゃないという感じです。本当初期の感じなんですかね。何年とかは書いてないので、ちょっとわかんないですけど。はい。まあそんな、ボンバーボーイでございました。108円です。じゃあ続いて、ゲームアドバンスいきましょう。ゲームアドバンスソフト2本買いました。まずは1本目。はい、1本目、こちらでございます。ロックマンゼロですね。はい。ロックマンゼロ。これもなんか、ゲームアドバンスでロックマンゼロシリーズは4作ぐらい出てるんですけど、これの1作目ですね。500円で購入いたしました。はい、500円と書いてありますね。で、裏にすごい名前書いてます。なんかすっごいいっぱい書いてるけど、何かわかんないっていう。ヒートムーしかわからんって。ヒロムかなっていうぐらいの感じです。そんな名前も書かれてはいますけれども、500円で買いましたので、よかったかなと思います。
ゲームアドバンスシリーズのロックマンって言ったら、ロックマンエグゼしかイメージになかったんですけど、まあ、ゼロシリーズ出てたんだというところで買いました。の一作目ですね、そんなカプコンのロックマンの普通にアクションタイプのやつですね。のロックマンゼロでございました。続いてもう一本がですね、はい、ゼロ3の方です、はい。ロックマンゼロの3を買いました。こちらも500円でございました。はい、ということなんで。まあ多分シリーズ作品のちょっと進化をしてるんでしょうねっていうところですね。このゼロが2002年ですね。2002年。ゼロが2002年で、ゼロ3が2004年。1年ごとに出てたのかなという感じはしますけれども、ゼロ3、500円で購入しました。こちらは、名前の書き込みはないですね。なんかこう、シールかなんかが貼った跡ありますけど、これはもう普通に掃除すれば。清掃すれば大丈夫なやつですね。はい。そんなゼロ3でございました。はい。じゃあ続いていきましょう。続いては DS ソフトいきましょう。DS ソフトこちらでございます。はい。スノボキッズパーティーですね。はい。スノボキッズパーティー。これが発売が2005年の11月に出た Nintendo DS のスノボゲームですね。購入価格は500円でございました。はい。ということで、スノボキッズパーティーということで、アトラスから出てますので、こういうなんか、女神転生シリーズのキャラクターかなこれ。うん。が出てきます。そんな感じのやつですね。きっと。スノボキッズの、64版の1作目は持ってるんですけど、2作目も持ってなくて、PS 版も持ってなくて、で、DS 版は手に入ったという感じですね。うん。あと2作ぐらい持ってないですけど、シリーズで言うと、そうですけど、まあ、とりあえず、スノボキッズパーティーを購入しました。裏面は、最大4人の白熱バトルが楽しめるアクションレースゲームということですね。はい。ダウンロードプレイも対応しています。さらに、華麗なトリックアクションということで、ボタン操作する、トリックで。タッチスクリーンで操作するスペシャルトリックも採用されているそうです。そんな DS ならではの機能、眠ってしまったキャラクターをマイクで起こす機能などもあるみたいです。DS ならではのアクションゲーム、アクションスポーツ、レースゲームという感じでしょうか。はい。はい、カートリッジも問題ないですね。はい、説明書。はい、説明書は、やっぱみんなこう、クラブ任天堂の紙残しとくんですかね。それか登録してないのかわかんないですけど。はい。説明書はこんな感じ。やっぱジャック・フロスト、これプレイキャラクターですね。うん。まあ、ゲームの流れ、なんかいろいろ書いてます。下画面は基本的にタッチだけですね。上画面でレースが展開していくっていう感じでしょうか。はい。まあ、なんかいろいろアイテムの説明だったり、プレイの説明が書かれておりますね。テクニック集とかも。はい。そんなスノボキッズパーティーでございました。500円でございましたね。はい。じゃあ続いてセガサタンソフト2本購入しましたので紹介していきます。まずは1本目。はい、1本目こちら。ヴァンパイアハンターですね。格闘ゲーム。アクションって書いてますか？アクションです。はい。そんなやつ。これが購入価格108円でございました。お、なんで108円で売れんのって思うような商品なんですね。これびっくりしましたよ、ほんと。108円なんて。そんな見たことないけどって。ブックオフでそんな見たことないけど、108円でええのって。本当にそれでええのって思ったぐらいの値段設定です。より繊細なグラフィック、さらに過激なバトルシーン、ダークストーカーズたちの新たなる戦いが今幕を開けるということで、アクション、ビジュアル、すべてがスケールアップ、アーケードの興奮が今、サターンに蘇ると書かれている。アーケード移植ということですね。ヴァンパイアハンター。全くよくわかんないけど、もう108円で衝動買いしてしまうっていう、そんなレベルのやつです。前作を上回る総勢14人のキャラクター。新たに採用された、激烈技、ES 技が何これ、なんて読む、エスペシャル技、エクストラスペシャル必殺技で、ライバルたちに差をつけろと。絶妙のタイミングで連続技、チェーンコンボ炸裂、白熱のバトルに終止符を打てと。ということで、ビギナーも安心。オートガードシステムで対戦がよりエキサイティングに。ピンチの時は、オートチェーンコンボで、一発逆転を狙えという感じの、格闘ゲームやと思うんですけども、購入してみました。
はい、ディスクはもう非常に綺麗です。質もう状態が素晴らしくいいんですけど状態が引くほどいいんですけど、説明書も非常に綺麗でございます。いや、これを108円で買えるとは思わなかった。はい、まあ、格闘ゲームでしょうね、きっとね。はい、そんなヴァンパイアハンター108円です。そしてもう1本108円で購入しました。これも値段設定おかしいなって思うやつです今度は108円で宴会っていうやつです。はい、続いてこちら、はい、デタナツインB ヤッホーデラックスパックというやつですね。はい、これもセガサタンのやつです。コナミから出ているシューティングゲーム、108円でございました。おかしいんだよね、設定がね。これセガサタンソフト108円シリーズ何本か入荷していて、もう一本ね、サタンボンバーマン、これも108円で売ってました。サタンボンバーマン持ってるんだけど、いや買おうかなって迷ったんだけど、まあもう持ってるし、108円やから誰か他の人にこれ譲りたいなと思って買わなかったんですけど、持ってるやつだったんでね。持ってなかったら買ってましたよ、108円。いやー、そのサタンボンバーマンなんか僕1000円以上で買ったから、それが108円で売ってるとおかしいなと思いながらね、何なんだって思って、なんて日だって思いながら購入しました。はい、1人から2人用のシューティングです。はい、守れメローラ姫、救えメロディー王女、女王、スインビーたちのご機嫌縦シューティングということで、アーケード版ツインビーの大ヒット作、デタナツインビー、ツインビーヤッホーが夢のカップリング、2P 協力技でもっとご機嫌、ご機嫌って書いてるな、スペシャルアタック技で敵を蹴散らせという、そういう、爽快シューティング、縦スクロールシューティングといったんですかね、そんな、コナミから出ている、デタナツインビーとツインビーヤッホーの、パッケージされたやつということですね。デラックスパックというやつです。ちょっとここ傷あるけどね。ちょっとこれ傷あるけど、説明書も綺麗です。まあ、帯だけないけど、帯がないけど、帯はもう別にいいですよ。108円ならいいですよと。108円ならまあ帯はついてなくてもいいですよという感じですかね。うん。はい。ということで、ツインビーの説明書も大丈夫です。問題ないです。はい。まさか108円で手に入るとは思わなかった。デタナツインビーヤッホーデラックスパックでございました。この2本とそのサタンボンバーマン、買わなかったサタンボンバーマンの設定がおかしいよなと。おかしいよって思いながら買いました。ブックオフおかしいよって思いながらね。はい、そして最後は、スーパーファミコンのソフトを大量に買ってきました。大量って6本ですけどね。うん。ファミコンソフト6本で、スーパーファミコンソフトも6本買いました。ちょっと多いので、ちょっと上の方に移動して、はい、やっていきましょう。はい、まずは1本目いきましょう。まずは1本目こちらでございました。はい。GT レーシングでいいかな。GT レーシング。イマジニアから出ているゲームですね。購入価格108円でございました。はい。まあ、レースゲームが、個人的に集めたいと思っているので、レースゲームを買ったという感じですね。ちょっとよくわかんないですけど、どういうゲームなんかわかんないけど、まあ、多分車に乗ってレースするタイプの GT レーシングなんでしょうというところです。108円だったので購入ですね。はい、で、まあ、同じような部類でスーパーファミコン、こちら。はい、ドリフトキング、首都高バトル2ですね。土屋圭一&坂東正明と書かれてますね。はい、どういう順番で読んでったかわかんないですけど、ドリフトキング土屋圭一&坂東正明首都高バトル2っていうのがね、うん、それが108円で購入しました。発売元はどこなんでしょう、これはちょっとよくわかんないですけれども、はい、状態はまあ綺麗です。非常に綺麗な状態で、レーシングゲーム買えましたので購入です。首都高バトル2。はい、続いていきましょう。これもレースゲームでございます。こちら、スーパーファミリーサーキット、これはナムコのファミリーサーキットシリーズの、スーパーファミコン版という感じですね。購入価格は108円でございました。はい、こちらもまあ状態はまあちょっと汚れはあるけど取れそうなやつです。はい、これが108円だったので買いましたね。これも多分相場で言ったらまあ500円から1000円近くのくらいの感じの相場なんで、安いんじゃないかなと思って買いましたね。うん、スーパーファミリーサーキット108円でございました。で、レースゲームは以上かな。はい、
じゃあ続いていきましょう。続いてはこちらでございます。ドン、はい、書いて作って遊べるデザイモンですね。はい、これはね、あの RPG 作る的な感じでシューティングゲームが作れるというシューティングゲーム、自作シューティングゲームのやつです。はい、まあ、マウスを使っていろいろドットを書いたりとかもできる感じで、シューティングゲームが自分で作れるというやつですね。これが108円なんかと思って買いました。まあ多分相場で言ったら800円ぐらいだと思うんですけど、もうちょっと安めに買えたので、108円で買えたのでっていうところで買いました。ファミコンショップメディアシティのそのシールはついてますけれども、まあいいでしょう。はい、108円。中古のデータでどんなのが入ってるかっていうのもちょっと楽しみですね。うん、前の持ち主のその自作のシューティングゲームが入っていれば嬉しいなという感じはします。そんなデザイモンでございました。で、残り2本です。スーパーファミコンソフトいきましょう。はい、続いてはこちらでございます。キング・オブ・ザ・モンスターズですね。はい、宝から出ている、SNK のゲーム、キング・オブ・ザ・モンスターズの、スーパーファミコン版です。108円で購入です。これも多分値段設定ちょっとおかしいんですよね。相場的にはもうちょっとするでしょうっていうところなんですけど、108円で買いました。まあ、うん、なんか特撮系のキャラが出てくる、対戦格闘ゲームって感じですかね。うん、まあこれもちょっとよくわかんないですけど買いました。はい、そしてこの店で買った最後の商品がこちらです。スーパーファミコンソフト、こちら。はい、スーパー R タイプですね。はい、はい、アイレムから出ているシューティングゲーム、スーパー R タイプ、こちらも購入価格108円です。これももうちょっと相場で言ったら高いと思うんですけども、108円で売ってました。もう投げ売り状態ですね、本当にね。うん、はい、状態はまあ、吹けば治るぐらいの感じの状態でございます。はい、108円で購入でございました。はい、ということで、こんな状態ですね。うん、いやもうこれだけ買っちゃいました。なかなかな豊作です。ほとんど108円ですから、とんでもない投げ売り状態でした。土曜日の雨の日。これ穴場かもしれないです。いやそれは土曜日の雨に合わせて価格値付けしてるわけではないと思いますけど、ほんまにこの値段で売ってええのっていう。むしろこれ売った人はこの値段で売られてるってわけですからね。108円で商品が売ってあるってことは、売りに来た人はもっと安い価格で売られたってことですから、買い取られたってことですからね。そう考えるとよくそれで5を出したなって思いますけど売る側の人はね、出たなツインビーとかな、ほんともうちょっと高く買い取ってよって言いたいと思うんですけど、なんでこれでよしとしたのか分かんないですけど、はい、まあ、そんな買い取り価格も謎ですけれども、売り値も謎でした。そんな豊作な、買いでございました。これがあるからブックオフに行くのはやめられないって感じですね。うん、でこの日に味を占めて2週間後の平日に行ったら、あんまり良くなかったんですけど、それがこの次の袋の方ですね。はい、じゃあこの次の袋を開封していきましょう。はい、ということで同じ店に2週間後に行って買った商品を紹介していきます。はい、購入物としては6点ですね。6個買いまして、まずは1個目いきましょう。ファミコンソフトを2本買いました。まずは1本目、はい、こちらでございます。ファミコンソフト、ファミコンジャンプ英雄列伝ということで、これが、これが108円でございました。はい、ということで、これがジャンプ20周年の記念の時に作られましたファミコンジャンプということで、ジャンプ出演の、漫画たちのキャラクターがどんどん出てくるというタイプの RPG ゲームですね。はい、まあでもこれジャンク箱常連ちゃ常連ですね。うん、まあ端子の感じがちょっと汚いけど、まあ大丈夫かなというところで買いました。はい、バンダイから出ている、ファミコンジャンプヒーロー列伝ですね。はい、ヒーロー列伝でございました。はい、まあソフト状態は、うん、まあ端子以外はまあ大丈夫かなという感じです。はい、続いていきましょう。続いてが、こちらもファミコンソフトでございます。はい、バルバルークの伝説よりアイギーナの予言やと思います。これタイトルね、うん、価格で隠れてますけど、アイギーナの予言、はい、これが、購入価格500円。
発売元はビッグ東海ですね。ビッグ東海で言ったら、東海道53、次は3ソフトか。違うの。ビッグ東海なんやろ。わかんない。そんなやつ。ID なのよね。これなんかすげえ難しいゲームだと思うんですけど、500円どうしようかなとか思いながら買いました。はい。まあ、ソフト状態はまあ普通です。悪くはないけど良くもないっていう感じですかね。はい。ID なのよゲーム。86年のビッグ東海のゲームっぽいですね。うん。アクションゲームやと思います。うん。アクションゲームやと思うけど、後の情報はないです。なんか難しいアクションゲームでしょうね、きっと。で、スーパーファミコンソフトを2本買いましたので紹介していきましょう。まずは1本目。はい、こちら。はい、スーパーファミコンソフト。グランプリ1、ライダーストリームって言ったんかな。GP1、ライダーストリーム。RS ってやつです。これはバイクゲームですかね。アトラスから出ている、レーシングゲームだと思います。108円で購入です。はい、ソフト状態は悪くないですね。うん、まあ多分普通のバイクゲームだと思われます。はい。ではい、はい。ラピッドストリームか。ラピッドストリーム。すごい速そうですね。うん、すごい速そうなレースゲーム。なので、見たことなかったので購入してみました。そしてもう一本、スーパーファミコンソフトでございます。こちら。カルチャーブレインから出ているスーパーウルトラベースボールです。はい。これなんか、やったことはないんだけど、見たことはあるかなっていうぐらい。ゲーム王国で見たことあるかなっていうぐらいの感じです。ゲーム王国で確か見たことあるかなっていうぐらいのやつ。そんなやつ。スーパーウルトラベースボールということで。まあ、カルチャープレインから出ていて、なんか、必殺技みたいなのを持ってるんですね。各選手が。それを打席の時やったり、登板のその、ピッチャーの登板の時に使うことができて、なんかそれを使うと、特殊な球を投げることができたりとか、特殊な、バッティングができたりとか、そういう感じのやつやったと思います。うん、なので、なかなかカオスティックな野球ゲームって感じですね。そんなスーパーウルトラベースボール。108円だったので購入してみました。あんま野球ゲームとか買わないけど、ちょっと色物の野球ゲームなんで買ってみたという感じですね。はい。108円で購入です。で、残り2本ですね。残り2本。まずは1本。こちらでございます。DS のソフト。はい。DS 西村京太郎サスペンス。新探偵シリーズ。京都熱海絶海の孤島殺意の罠というゲームでございますね。こちら購入価格500円でございました。発売元はテクモで、発売は2007年の10月、 Nintendo DS のアドベンチャーゲームですね。はい、これを買いました。でもなんかね、その本編のミステリーはまあいいとして、そこそこいいとして、付属のやつが面白いと、なんかおまけが面白いと、おまけがメインかっていうぐらいにボリュームがあると話を聞いたことがあるので、購入してみました。おまけがメインってどういうことやねんって思いながらね、買いました。DS でサスペンス、タッチペンと推理力で解決する長編サスペンス、推理力を鍛えるショートミステリー集も同時集、まあ、このおまけ、このショートミステリー集っていうおまけがなかなかボリューミーだということですね。はい。京都熱海絶海の孤島を舞台に絡み合う3つのストーリー。自ら探偵となって難事件の真相を解き明かせということで。現場検証やら聞き込みやら、物的証拠を得て、重要証言を得て、そして推理をしていくという、サスペンスゲームですね。うん。サスペンスアドベンチャーみたいな。うん。そんなタッチペンで操作しながら推理をしていくと。いう、3つのストーリーが収録されているということですね。さらに同時収録ということで、ショートミステリー集、1問5分で気軽に楽しめる多種多様な推理問題を多数収録ということで、嘘の証言は誰だとか、犯人の足取りはどうなんだといったところを解いていく、ショートストーリー、ショートミステリー集、これが収録されているみたいです。はい。カセットも問題なく、そして説明書はだいぶ分厚いです。クラブ任天堂とハガキもついておりましたね。アンケートハガキもついてました。と説明書はこんな感じで。うん。
これは問題ないですね。はい、でこれがおまけのショートミステリー短編ウエストビレッジってやつですね。はい、これが何本ぐらい収録されてるのかわかんないですけど、結構な本数収録されてて、こんなおまけを多数収録するぐらいやったら本編の謎解きをもっと増やせと本編のサスペンスをもう何話か増やせよっていう、そんなレビューもあるぐらいの作品でございます。だからこれ結構多いんだと思います。うん、ショートミステリー集はね、結構な本数収録されてるっぽいです。そんな、DS 西村京太郎サスペンスシリーズの一作を買いました。多分ね、西村京太郎サスペンスシリーズはもう一作出てます。でさらに山村美沙シリーズも出てるということで、テクモで、こういう、ね、推理系のゲームを、今後集めていきたいなとは思ってますけれども、とりあえず500円で1個買いました。はい、続いていきましょう。これが最後ですね。今回の動画の一番最後に紹介するソフトはこちらでございます。プレイステーションザベストナムコミュージアムボリューム4です。はい、こちらを購入しました。これ以前ね、Wii ショッピングチャンネル終わるってよっていう時に、紹介しました。その中でね、アーケードゲームをどれを買うかなっていうのを悩んでたんです。その中にあったのが源平闘魔伝。これはアーケードゲームじゃなくて PC エンジン版やったかもしれないですけど、源平闘魔伝買うかどうか悩んでました。さらにこのイシターの復活、これのアーケード版買うかどうかも悩んでたんですけど、ナムコミュージアムを買えばこれ両方入ってるということで購入しました。このナムコミュージアムボリューム4、のプレイステーションベスト版、これ購入価格1550円でございました。まあ相場がいくらぐらいかわかんないですけど、とりあえず見つけたので買ったという感じですね。はい、収録ソフトたちです。はい、まずはパックランドが入ってますね。迷子の妖精をフェアリーの国に送り届けるためにパックマンは不思議いっぱいのパックランドへ冒険の旅に出るという話のパックランド。さらに源平闘魔伝、平家復讐絵巻ということで、いろいろ書いてます。ちょっと見づらいので読めないですけど、字がちっちゃいですね、だいぶ。コミカルシューティングの傑作、オーダインも収録されてます。シューティングゲームですね。もう一個シューティングゲーム、アサルトですね。はい。そして、待望の初移植という、待望の初移植はアサルトですね。はい。で、大人気、ドロアガノ島の続編ということで、イシターの復活。はい、こちらも収録されているということです。そんな5作品が収録されているメモリーカードブロック1の、ゲームですね。はい、はい、ディスク面は、はい、問題ないです。ちなみにナムコミュージアムはボリューム5まで出てて、ナムコミュージアムアンコールも入ってます。はい、でこの店で確かナムコミュージアムアンコールも売ってたんだけど、まあこうです、どうしようかなって思って、まあ、とりあえずボリューム4だけ買ったという感じですね。ね、ボリューム1からこういったソフトたちが並んでます。説明書は状態はいいですね。パッケージだけかな、パッケージの CD ケースだけちょっと問題はありかなという感じですけど、説明書は非常に状態はいいです。さらに特別付録、業界初パーソナルパスワード方式によるコンティニューが話題を呼んだザ・リターン・オブ・イシター。ナムコミュージアム今回の付録はコピーを取って使ってん、なんかよくわからんけど、モンスター各モンスターに聞く呪文が一目で分かっちゃうカンニングペーパーだそうです。はい、まあ、いろいろ見方が書いてあるみたいですね。こんな付録がついてきます。すごいですこれすごい付録がついてきます。全く書き込んでませんので、この前の持ち主がやったのが怪しいですけれど、コピーして使ったんでしょうか。そんなやつもついてきました。そんなナムコミュージアムボリューム4を購入しましたということで、まあ僕たまに行くといいですね。たまに行くとそんな掘り出し物買ったりします。今まで行くことなかったというね、休日にしか行ってこなかった。土日に行ったら土日でまたそれは掘り出し物があったりという感じですかね。ということで、まあ、3月はね、まだちょっと行けてないですよね。3月はまだ行ってない。駿河屋兵庫店も行ってみようかなと思ったんですけど、まだ行ってないという感じですね。
なのでまあ3月どうなるか分かりませんけど、3月購入があったら3月購入編やってみたいと思います。で次回はですね、あの駿河屋で不意に買っちゃったんですけど駿河屋でまたゲリラ的な感じでスーパーファミコン福袋を出してまして、スーパーファミコン福袋、ジャンクスーパーファミコン福袋30本セットみたいなのやってたんで買っちゃったんですよね。なんか知らんけど買っちゃった。もうスーパーファミコンいいやろうって思ってるんですけどもうあとはもう好きなもんだけ買えばいいやろうって思ってます。もう福袋入るようなソフト持ってないでと思うんだけど買っちゃったんですよね。ということで、まあ、次回は駿河屋ネットショップで買ったもの、さらにはスーパーファミコン福袋30本セットを紹介する動画をやっていきたいと思いますので、次回はそれをやっていきたいと思います。ということで、今回はお会いしたいと思います。また次回お楽しみにということで、またその他動画でもお会いいたしましょう。ということで今回はお会いしたいと思います。また次回、エンタの警備員ズボックス。ご視聴ありがとうございました。